はいどうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、つもり実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、ちょっと視聴者さんの島訪問やっていきたいなと思います。メッセージをいただきまして、都会の街並みをイメージして作りました。マイデザ島もすべて自作です。ぜひ来てくださいということで、今回新宝島にお邪魔しています。ご自由にどうぞ。ゆうさん、ありがとうございます。島はね、自由に回ってもらって結構ですとのことなので、ちょっと挨拶だけして島をくるっと回りたいなと思います。都会をイメージして作ったとのことで、あ、ここは駐車場か。たぬき商店の駐車場なんですね。マイデザインすべて自作か。普段はテラリアっていうゲームを拠点にして活動されているらしくって、それでね、こういう建築系を頑張ってるとのことです。どうしよっか。まずは右側から順番に回っていきますか。ちなみに島地、ナターシャちゃんとキャロラインちゃんがいる。ユウさんとレイコ、ブルース、ナターシャちゃん、サンデー、ビリー、ビス、トムソン、キャロラインちゃん、ルーズで、コージーになっております。ちょっとどうしようか。上に向かっていく前に住民の家の周りをくるっと回ってから行きたいなと思います。あ、一つ一つ植物とお花が違うのかな。ここもちょっとこだわりポイントですよね。洗濯物と、あと青いアネモネと、あと植物ですよね。でこれ白いユリで、ここが洗濯物になっていて、こっち、あ、でもこっち違うのか。こっちはクローバラとちょっとサボテンと植物で、こっちは菊の花になっていて、でバラか、赤いバラで三輪車。たぬき商店の後ろはチューリップになってるんだ。こっちはちょっと自転車と、あと洗濯物でちょっと自動販売機も置いてあって、こっち公衆電話と植物ですね。ここはあれないんだね、バラ系のお花とかもないんですね。役場前を広場的なところにしています。あー、ここら辺が広場的な感じにしてるんだね。いや、なんかマイデザインが自作っていうのがすごいですよね。なんか島クリエイトが出てきてくれたおかげで、ちょっと島クリエイトのあれを使いがちなんだけど、さらに発展させる予定です。ここからさらに発展させる予定。どこまでも向上心が絶えない方ですね。じゃあちょっとですね、あ、ここ自動販売機で封鎖されてる。向こう側に行きましょうか。ここはパンジー系になっていて、で下の方の住民宅まだ見てなかったから、住民宅見ていきましょう。ヒアシンス出てきましたよ。なんか高級住宅街に来たって感じなんですけど、すごいね。本当に車とか通ってきそうな感じがしています。スポーツカーも置いてある。駐車場のあれがリアルだね。これ寝たらピーって音鳴ります。写真撮ろう。49種類のマイデザインで構成しました。49も使ったの。49種類、いや相当な時間かかっただろうな。これ聞いてみる、何時間ぐらいかかったんですか。49種類のマイデザー駆使して作ろうと思ったら相当な時間かかりますよね。島クリエイトでやるよりも一回島をリニューアルしたので、あ、そうなんだ。今の状態を作り上げた時間は60時間。えっ、60時間でこれ作ったの。累計は300を超えています。上に上がっていきましょうか。ちょっと博物館とかエイブルシスターズとか見に行きたくない？キャンプサイト。ここ駐車場ですね。マイデザインに時間を食われました。確かにな、これ49種類もマイデザー使用するとなると相当時間かかりますね。あとはマイル集め。あー、確かに。でここら辺は公園、ちょっと小さい公園になってるんですね。あとお菓子と自動販売機もあって、で島クリエイトを使ったちょっとした滝になっていて、
一応和の要素も取り入れたという感じなんですね。結構都会チックだったから全体的にそうなのかなって思ったんだけど、今作結構石の種類も豊富ですよね。実はあの形が違ったりします。で、ヤシの木とサクランボとあとみかんがあって、でここでちょっと休める空間になってるんですね。ヒヤシンスで桃、梨、リンゴでバラがあって、ソーラーパネルにたどり着きました。温泉も作ってみました。あー、都会の要素だけじゃなくてちょっと和の要素も組み込まれてるって感じなんですね。こっちがモアイ像がある、世界遺産的な感じでモアイ像が置いてあるんですね。で、ちょっと真ん中の方に向かっていきましょうか。キャンプサイトですね。ちょっとしたバーベキューとかを楽しめるキャンプ場になっていて、で、ちょっとハンモックで一休みできる空間になってます。ここお一人様よか、エイブルシスターズ自体がちょっとカフェみたいになってるんですね。一休みできる空間になってます。で、チューリップも咲いていて、こっちの方に行くと、グランドライトが照らしてくれている、博物館に、たどり着きました。ちょっと家の中に入っていいか聞いてみましょうか。ちょっと聞いてみます。家の中に入っても OK です。あ、 OK 出ましたので、ちょっと家の中にお邪魔したいなと思います。ぜひぜひ。よし、ではですね、家の中お邪魔しましょうか。お、案内してくださってる。こっちに行くとご自宅ですね。囲み方がうめえな。お邪魔します。なんか一人暮らしの本当にリビングって感じがするんだけど、シャワーブースとかもここに置いてるんですね。結構珍しくない？なんとなくこういうシャワーブースとかお手洗いとかってなんか右の部屋とか上の部屋に置いたりするんだけど、ここの部屋に一箇所全部集まってるんですね。え、でもなんかここにシャワーブースあるって珍しくないですか？なんとなくみんな真ん中の部屋リビングにして、でちょっと上の部屋を自分の寝室、右側をあのシャワーとかお手洗いする場所みたいな感じで、なんかみたいな感じの部屋の作りをね、結構島訪問していて思った点なんだけど、どうやらですね、ゆうさんは真ん中の部屋に全部集まってるっていう感じなんですね。だとするならば右側どうなってるんだろう。右側は魚のトロフィーが飾ってあるのと、ここはあれなんだね、釣った魚のコレクションになってるんですね。ルアーとかも全部置いてあって、タツノオトシゴとかタイとかも飾ってあるという感じなんですね。もう壁紙と床からしてもそうだもんな。あ、こういう感じなんだ。上の部屋は、あ、ジムだ。トレーニングジムになってるんですね。サンドバッグとかも用意されていて、いや確かにね、島全体が都会なイメージで作られてたから、なんかイメージに合ってますよね。トレーニングジムか。さて、左の部屋にやってまいりましたが、おしゃれ。ここはあれなのかな？寝室というかプライベートルームになってるんですね。なんかケケトロニカが流れてる。結構ね、ケケトロニカって機械チックな音というか、若干なんか怖いって感じる人の方が多いかなっていう印象なんだけど、あれなんですね、ケケトロニカは安眠の曲として使用されてるんですね。なんか俺最初テレビから流れてんのかなって思って、ケケトロニカをね流してるってなかなか珍しいなっていう印象です。これやっぱり変えられるんだ。ドレッサーなんだねこれ。へえ。でちょっとお手紙書くところがあって、これ座れるかな。ここギリギリ座れないのか。なんとなく座れないかなって思ったんだけど、座れないんですね。で、ちょっと、植物とかも飾ってるといった感じの部屋の構成なんですね。さて、上の部屋にやってまいりましたが、あ、和風系になってるんですね。一応なんか島全体も都会風で統一されてたんだけど、ちょっと和の要素も入っているとのことだったので、部屋の中もそういう感じで作られてるのかなと思います。座椅子と座布団とあと布団が2つあるんですね。下の部屋もね、ベッドがあったんだけど、こっちの部屋も布団が2つ敷いてあって、いろりとあと夜間とかも置いてあるっていう感じです。なんか魚が
お好きなんですかね。結構右の部屋といい、上の部屋といい、魚のあれが飾ってありますね。よし、最後下の部屋に降りてきましたが、下の部屋はイースター系なんですね。イースター系と、こっちはあれですね、ポケモリのコラボのやつになってるんですね。俺このさ、OK モータースのスロット結構やってるんだけど、一回も全部揃ったことがないんですけど、これ揃ったことある人いますか？結構聞いてみたい、これ。モチベーションになります。いや、これでもね、まだ発展中とのことだったので、これからが非常に楽しみかなと思います。ちょっと、外出ますか？お邪魔しました。なんか俺も参考にしよう、これ。で、金バラと黒バラ系か。ちょっと待って、一回あのユウさんにお気に入りのスポットを聞いてみたいなと思います。ちょっとお気に入りのスポットを聞いてみましょうか。一緒に写真を撮りたいなと思います。結構なんかあつ森やってて、あの島訪問したところで写真撮るのが個人的に好きなんですけど、ここら辺の街並みですね。はい、というわけで今回はですね、新宝島に訪問したんですけれども、いや、なかなかね、あの島クリエイトが流行ってる中でちょっとワイルドインを使われてるっていうの珍しいなと思って今回紹介させていただきました。というわけでですね、今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。